夜明け、菱山修造。私は遅刻する。世の中の金が鳴ってしまった後で、私は到着する。私はすでに負傷している。いかがでしょうか菱山修造という詩人、ご存知の方、多くはないと思います。 そんんななに有名な詩人でもありませんしねただ私はですね、うん愛読している文学文学書の中でこの七山修造の「夜明け」という詩が取り上げられてましてまあその人の解説も良かったんでしょうね非常に印象に残っていてずっと一生忘れなられない詩の一つになってますまあこれも出会いですよねですから 私にとって、まあ、直接人に教えてもらったっていうことは少ないんですけども本の中でやはり名解、うん、説というのかなこうその人と本で出,出会えなかったらその詩にも出会うことができなかったということ多々あります。まあ、ですから私のこの「仕心チャンネル」まあ、私の 朗読はまあだ声ですし技術的にも低いですしボイストレーニングも最近やってませんしいろいろこう不満足な点多いかと思うんですけども何かですねこう一つの人出会うきっかけ作りそれができればと私は切に願っております。まあ和花さんの朗読はいまいちだったけれども。 七山修造の夜明けという詩に出会えてよかったそう思っていただければあの嬉しいです。でこの「夜明け」という詩もう一回読んでみましょうかね短いですから「私は遅刻する」「世の中の鐘が鳴ってしまった後で私は到着する」「私はすでに負傷している」というんですね。 まあこれ私身につまされるというのかな自分のこう生き方っていうか人生そのものじゃないかななんて思って苦笑したりもするんですね。というのは遅刻するっていう皆さんどうですかその遅刻したことありますか学校に遅刻する会社に遅刻する何かイベントに遅刻するまあ一度もしたことがない人っていう。 人も少ないと思うんですけれどもこの非常に気まずいですよね遅刻というのはもうすでに何かもう体制というか多くの人が始めているのにそこに遅れて到着するもうその時点で阻害されているわけですよね非常に辛いものがあるで私、まあ、恥をさらすようですけども中学生の時に遅刻常習犯になってしまってまあ 不登校に近い形なのかな、まあ、が学校もかなり休んでましてね出席日数が足りないんじゃないかっていうぐらいまで休,休んでたんだけど遅刻も多かったんですねとにかくこう自分の中での精神的なバランスと生活あの中学校に通うというバランスが崩れていたんでしょうね。 常習犯というのかな遅刻の常習犯になってました、ねまあ一種のこう病気というところまでは言いたくないんだけれどももうその常人のそういう通常のいいリズム生活の当たり前なリズムから外れてしまってるいたんわけですね。ただずっと 自分の人生もうちょっとこう引いた視点で見ていくと、まあ、私だけじゃなく遅刻も全然しないで世の中の流れに、まあ、言葉を言い換えますとレールの上をずっと走り続けていて一度も脱線したことがないレールの上から降りたことがないずっとこう滑るようにですねこう滑らかに走り続けている。 それはそれで素晴らしいというのがいいんでしょうけれどもただ面白くないんじゃないかなと思うんです。ですから何ていうのかなこの菱山修造さんの,この本んに短い凝縮したまあジャンルで言うと三分子に分類されるんですけどもまあそういう技術論はともかくとしてうんこういう短い。 文の中でですね文あの詩の中で人生の真実を浮き上がらせてるんですよね。で最後に「私はすでに負傷している」というところがまたいいですね。うーんなかなかの詩ですね。うん鋭い。えー、でまあそんなような形でですね。菱山修造の 夜明けいいなと思ったら断崖というね詩集に収められてるんですよね。ただ断崖を買って読みたいなと思ってもなかなかこう入手でできないというねその詩というものが詩集が売れないので書店書店とあの出版社は、えー、次々と絶版にしていくんですね。でごく一部の 多少は売れる、まあ、ベストセラーなんてことはならないんだけれどもロングセーラーとしてコツ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 売れ続けているものはこう販売中止にならないんだけれどもどん,どん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 こういいしでしょうこの夜明けというのはこういうものも、まあ、私のようなある種物好きというのかなこういうしいいですよということをね伝えるような人が ここれから増えるととといいううはないと思うのでたただ私は増やしたいんですよですから「下の会議」という活動の中で「風花未来」の後継者さんを募集しますということを今歌ってるんですけどもまあおこがましいんですけどね後継者というのはただ平たく言っちゃうと「この詩いいですよ読んでください一緒に味わいましょう」でよいいと思ったらまた「 ご自分のお子さんとかあの周りの人に伝えてくださいっていうね横に伝えていきましょう広げていきましょうということをねやってくる人そういう人を増やしたいと思っているんですね。まあこのまま放置プレイというのか放置したままだったら絶滅するでしょうね死は本当にこれ大げさじゃなくて絶滅危惧種です死というものは。ですから意識的に この言いですよということを粘り強く私はやっていきたいと思っております。はいということでですね、今回はあまり有名ではないんですけども、確かなしです。傑作と言ってもいいしです。石山修造の夜明けをご紹介いたしました。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネルのご登録もお願いいたします。それではまたお会いしましょう。